南カブトガニはカブトガニ類の一種。東南アジアの40メートル以前の浅瀬で見られる。英名には、インド、パシフィックホース州クラブ、インドネシアンホース州クラブ、インディアンホース州クラブ、チャイニーズホース州クラブなどがある。ただし後者は禁煙種のカブトガニの英名でもある。エルンスト・ヘッケルによる南カブトガニのイラスト聖ジグリーンの基地室外骨格を持つ。 ラザロへ通るルによる5個体の計測結果では、最大全長39センチメートル、最小27センチメートルであった。全体及び、背甲の幅は14から17.5センチメートル、長さは8.2から11.5センチメートル。あと体の幅は9から11.5センチメートル、長さ6から7.5センチメートル。微節は、 長さ13.5から19センチメートルで、背側は、尖り腹側は凹む、三角形の断面となる。微節後部は、虚子状になる。オスはメスに比べ小さい。また、背高の色が薄くて表面が荒く、付着生物に付着されることがある。他のカブトガニ類と同様、背高前方中心に1体の単眼、その後方両側に1体の複眼がある。 口の前に腹がん、微節に光受容器を持つ。ほとんどの特徴は他の原生カブトガニ類に似通っており、特に形態は同族のカブトガニによく似ているが、肛門周辺の縁は滑らかで、細いトゲを描く、オス生体の廃校前縁はカブトガニのようなくぼみはないという2つの相違点で区別できる。南カブトガニの染色体数は 2n イコール28であるが、 カブトガニは26、マルオカブトガニは32、アメリカカブトガニは52である。その他のカブトガニ類としての共通性質は、該当項目を参照のこと。ベンガル湾岸のオリッサ州から、インドシナ半島のベトナム北部まで、ボルネオ島、スラウェシ島にも分布する。水深40メートルまでの砂泥底に生息する。海洋を泳ぐことが知られている、唯一のカブトガニである。 餌は、海底の軟体動物、タモ類、デトリタスなどである。鳥に捕食されるが、カモメは逆さまに漂着した個体だけを食べるのに対し、家ガラスは、表向きの個体でもひっくり返して食べることが、観察されている。生成熟語は脱皮しないため、付着生物の基盤となる。ネビキアラニツシャスケリティニマなどの形相、動物では、イソギンチャクコケムシフジズボ、ニマイガイなどが頻繁に、 見られる。これらよりは珍しいが、緑草、ヒラムシホや、頭脚類、短脚類、以外、多毛類などが付着することもある。生活感は、比較的長く、産卵数は多い。卵は、直径3.7ミ、mm、リメートル。孵化した妖精は8ミリメートル程度。生成塾までに、オスは12回、メスは13回だ、ピすると考えられる。1785年。 オットーフリードリヒミューラーにより、リンヤラスギガスとして記載された。1902年、レジナルド・インズ・ポコックによって、タキプリアス属に移された。他のアジア産カブトガニからは52、500万年、前から種分化したと推定されている。現生のカブトガニ4種のうち、アメリカカブトガニとアジア産3種の間の際は、明確だが、アジア産3種内での系統は確定していない。 ありがとうございます。